神学研究家小林誠寛さんは、神様が好む人間の行為ベスト3として、ソワカ、掃除、笑い、感謝を挙げられました。ではそんな笑いに隠された秘密を順を追ってご紹介します。この動画を最後まで見ると、今は笑えない人でも笑いたくなるかもしれませんよ。笑いで健康に。笑うといろんな嬉しい効果があります。脳内ホルモンのベータエンドルフィンが分泌されて、多幸感を得られたり、老化を予防したり、痛みを和らげると言われています。他にもナチュラルキラー細胞が活性化して免疫力アップ、脳にある海馬が活性化され記憶力アップ、自律神経のバランスを整えたり、血行を促進したり、まさに笑いでどんどん健康になるみたいです。笑顔で味方を増やす。笑顔には周りを味方にしていく力があります。人は人間関係で悩むことが多いので、ありがたい効果ですね。さらに笑顔には落ち込んでいる人を明るく元気にする力があります。家族や職場の人など明るい笑顔で癒してあげられたら、あなたの味方になってくれるのではないでしょうか。笑いに隠された秘密。さて、笑いにはもう一つ幸せになるために隠された大きなポイントがあります。それは肯定なんですね。笑いとは肯定であり、受け入れること。例えば、人は肯定していないと笑えません。テレビである芸能人を、この人嫌いだわと否定していたら、何を言っても笑えないでしょう。反対に、この人好きだわと肯定していたら、ちょっとのことでくすっと笑ったり、見ているだけで笑顔になれますよね。それと同じように、現象に対して否定をしている人は笑わない。肯定している人、受け入れている人は笑いやすいのです。受け入れるとは、現象を受け入れるとは、目の前に起こったことに誤解、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句を言わないこと。自分の価値観で判断せず、イライラしないこと。たとえリストラされても、受け入れたら笑っていられます。子供の通信簿がオール1でも、笑顔で綺麗だねと言えたら、それは受け入れたということ。とは言っても、人は不幸な出来事をなかなか受け入れられるものではありません。しかし、受け入れることができたら、神様が味方するらしいのです。では、そのことがわかるお話が次です。宿の火事。ある宿で火事が起こりました。近所の人々が駆けつけ、消火を手伝ってくれましたが、宿はほぼ全焼。天井が抜け落ち、星空が見えている状態で、
宿のご主人は言いました。ここで火事になってすごく良かったです。助けに来てくれる温かいご近所の方がいてくれて嬉しかったという思いが自然にこぼれたのでしょう。その場にいた半数の人たちは泣いてしまったとのことでした。翌日、火災保険の担当者が査定したところ、宿の建設費用の倍の査定額が下りた。結果として宿は以前よりもきれいに増改築までできたとのことでした。清官さんは言いました。不平不満を言う人には神様は味方しないので、自分の力だけで生きていかないといけない。反対に不平不満を言わずに受け入れて肯定した人は神様が味方になり、生きるのが楽で楽しくなってしまうらしい。喜んでいる人を見ては、そんなに喜べるんだったらもっと喜ばしちゃおうと思うらしい。ですから人生はたくさん笑った方がいいみたいです。笑えない人でも現状が辛くて笑えないという人がいますが、宇宙法則としては笑ってこなかったから悪循環が巡っているとのこと。大変かもしれないですが、その中であえて喜びを見出す訓練をしてみる。不平不満を言わずに喜びを口に出せるようになると、事態が急転する構造になっていると清官さんは言われました。最後に、いかがでしょうか。少しは笑ってみようと思ってくださったでしょうか。たとえ今は笑えなくても、最後には笑っていればいいんじゃないですか。ですが、どうせ最後に笑うんだったら、一日でも早く笑った方が得だと思います。少しずつでも現象を受け入れ、口から出る言葉を肯定的にして、たくさん笑顔になっていただけたらと思います。本日も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょうね。この動画が大好きになって、高評価、チャンネル登録してくれたら、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。